あ、蚊だ。皆さんこんにちは、KC です。三菱 J4 ジープのエンジン不調からキャブのオーバーホールに取り掛かり、前回寄せ集めパーツでなんとかオーバーホールが完了しました。今回は自宅から徒歩30分離れた繁華街の駐車場までキャブをママチャリで輸送してジープに取り付けていきたいと思います。まずせっかくキャブを外しているこのタイミングに、油にじみのひどかったロッカーアームカバーのガスケットを新品に交換したいと思います。ガスケットは信頼のフェルプロのものを使いました。コルクガスケットなので、今後しばらくして馴染んだら増し締め、しばらくしてまた馴染んだら増し締めっていうのを適当に繰り返して当たりをつけていきたいと思います。さて、キャブを取り付けていきましょう。燃料ラインはインマニのナットを締めてからだと取り付けしづらくなるので、まずは燃料ラインからつけていきます。あ、蚊だ。今蚊を潰したの見えました？いやー、夏場の車いじりって特に朝と夕方の蚊の攻撃が凄まじくないっすか？殺気を蚊に悟られないようにしながら車をいじってるように見せかけて、体に止まったらノールックで潰すっていうのをよくやりますね。もう車いじりやってんのか蚊と対決してるのかよくわからない状況になるんですよね。やっぱり夏でもつなぎ着た方がいいですよね。でも前につなぎ着てたら首と耳とか顔をボコボコに刺されたことがあって、まあやっぱり蚊取り線香を焚いてつなぎを着て虫除けスプレーを露出部分に塗るっていうのがまあ一番いいのかなっていうので、僕はそれを正解にしてやってたんですけど、ここは東京都内の繁華街の貸し駐車場だったんで蚊がいないと思ってたんですよね。でもなんか逆にでかいのがうじゃうじゃいるんですよね。人が多いからかな。富山はアブとかがめっちゃいたりして、それが噛んでくるんで、まあそれよりかはマシかなって思います。皆さんは夏場の車いじり、蚊との対決どうしてますか？みんな苦労してるんじゃないかなって思うんですけどね。はい、インマニのナットを締めていきます。バキュームアドバンサーのラインをつけていきます。アクセルリンケージロッドをつけていきます。チョークワイヤーをつけていきます。スロットルアジャストワイヤーをつけていきます。エアクリーナーのエアホーンとの取り付け部分のガスケットはニトリルゴムを輪っかに切った自作のガスケットです。エアホーンの中を掃除してみるとかなり汚れています。これは単純にエアクリーナーの中が汚れているということもあると思いますが、バックファイヤーが起きていて、それでススがここまで上がってきているんじゃないかなってのもあると思います。さらには換気系のPCV バルブが汚れていることも考えられますね。エアクリーナーホーンの汚れ具合が目に見えたことによって新たな懸念点が見えてきましたね。解決の糸口が少しずつ見えてくるこの感覚、ジープが手元にあって時間をかけて見られるからこそですね。無理して富山から東京までジープを持ってきてよかったです。ということで、次はエアクリーナーのオーバーホールをやっていきたいと思います。次回もまたよろしくお願いします。さようなら。